真正面にドン・キホーテがあるんですよね。まあいいか、どうしようかな、それ分かんないな。ちょっとちしました。ですね、ドン・キホーテ入間店の第二駐車場っていうところですね。はい。本当はですね、ガソリンスタンド過ぎたところの交差点を、あ、違う、いや、ガソリンスタンドを過ぎたところの路地をね、左に曲がって、すぐ右に曲がるとね、なんか駐車場に入れるみたいなんですけど、ちょっとね、曲がり損ねて、このルートになりました。それでは終了したいと思います。それではドン・キホーテ入間店から出発していきたいと思います。次もまた6キロですね、6キロ離れたイオン狭山店に行ってみたいと思います。迷わないで行ければいいんですけど、どうやって行こうかな。とりあえずちょっと出口がねわからないんですけど、行ってみましょう。ここから出れるんじゃないの、出れるよね。出る。屋上駐車場もあるみたいだね。右側に屋上って書いてある。よっしゃ。屋上駐車場もあるみたいですけど、まあ今回はちょっとね、第二駐車場だけで。はい、というわけで。